はい、皆さんこんにちは、チャレさんです。イエイ。はい、今ね、TLM でちょっと散歩をしてるんですけれど、はい、ツーストのポンポンとした音を楽しみながらね、ブラッと山道入ってきたところなんですが、はい、今日ね、ちょっとお伝えしたいのはこれ。映るかな、ここにゴムついてるじゃないですか、ここ。はい、このゴムね、これがなくなってここの下をガリガリに削ってて、でこのゴムを買いました。でスイングアームもここにこう本当はガードがあるんですよ、チェーンが。でもこれはね、ゴムを切ってね、このぐるり貼ってるんですけど、これまだ剥げてないので、ここは買わずにそのまま、はい、こなしてます。はい、でここがね、もう本当ね、調子悪かったっていうか、この金属でチェーンを持ち上げてたので、カチャ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 言ってましたね。でなんでこんなもんついてるかっていうと、トライアルはサスの動きが多いので、チェーン をすごくゆるゆるにかけてます。そしてゆるゆるにしてあって、その分をこのスライダーでこう持ち上げてチェーンを張っている、外れないようにね、っていうのが多いです。はい、まあだから僕はあんまトライアルしないから、最悪はこのチェーンテンショナーを外して、普通のチェーンの張り具合でも良かったのかもしれないけど、まあ、せっかくついてるんで。で、これゴムね、1200円ぐらいだったけど、送料も1200円、送料と手数料1200円ぐらい取られてね、うん、2400円ぐらいの商品になっちゃったっていう、はい、ものです。あとね、こうトライアル特殊なのはこういうチェンジがついてます。こちらは、はい、の、はい、こちらの、はい、こちらのチェンジのね、どんな感じなのかを走りながら、はい、ご覧に入れたいと思います。それでは行ってみたいと思います。今日もよろしく、どうぞ。はい、それではね、エンジンをかけてスタートしたいと思うんですが、 GoPro のカメラ足元を映してます。はい、まずね、このチェンジ、普通にリターンの6速です。だから押し込んで1速で2速で2速ですか、2速の間に、ニュートラルがあります。はい、今ニュートラルです。はい、今ニュートラルです。1速は低いので、2速かき上げて、はい、これで今2速に入りました。これでスタートをします。そして、はい、3速4速5速シフト盤は前に蹴飛ばしてという、こういう不思議な運転をします。はい、慣れますけどね。はい、シフトダウン、だからスポーツバイクでコーナーを攻める時のような、スピーディーなシフトでカチャ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 っていう感じは、まあ向いてないですね。はい、ゆったりと、はい、走る感じになるかと思います。で、なんでこんなトライアルチェンジってこうなってるのっていうと、ちょっと今からスタンディングしてみようか。はい、スタンディングしました。本来今こういうスタンディングをして、オフロードを走る際には、チェンジをすることはないんですよ。1速なら1速、2速なら2速ってギアを決めて、なので、こういう時にはこうやって立ってやる時にはこんな感じですね。で、はい、こういう感じで、スタンディングの時のチェンジはこういう風になります。はい、スタンディングした時にこう変なシフトミスをしないように、こういうトライアルチェンジに出てきてるんですけど、立ったまんまでね、こうガツンガツンこうシフトアップできなくはないですよ。はい、できなくはないです。今スタンディングでやってますけどね。はい、まあ、こういうことをするために、上向きに、シフトペダルが生えているわけでございます。まあ、もちろんこうやって座った状態でね、やるときの方が、まあやりやすいってやりやすいよね。ガチャガチャやるんだからね、普通の一般道を走るためにね。こんな感じで、
足元ばっかり映っても面白くないかとは思いますが、はい、こんな感じで音とチェンジのこう感じを、味わってもらえればと思うんですけど、まあでも、ダイヤル差なんでトルクが太いので、あ、確かに残らなくなるってことですね。でシフトアップ、シフトアップ、あ、残らない、シフトダウンで、シフトアップとかかとでやってますね、こんな感じで、はい。シフト、トライアルブーツとか履いてたら、立ってる時にこうやってこう足の甲で、今かかとで踏みましたけど、足の甲でこう蹴って入れることもできるわけです。ニュートラル入っちゃった。はい、ただまあ普通の靴でそれをやると痛いので、結構ガチャガチャって入るので、なのでこう足でガチャンとこう蹴ってるわけなんですけど、トライアルブーツならこうボンとこう蹴って入れることもできますね。あとでももっと大雑把に蹴れますけど、はい、こういう靴で普通の靴で乗ってるときは、かかとの一番硬いところでチェンジペダルが当たるように気をつけてこうシフトアップしてます。じゃないとアキレス腱当たったりして痛いので、はい、そこは要注意ですね。まあ一般向きじゃないです、はい、だから、はい、一般向きの、チェンジペダルではないです、はい。こういう特殊なバイク用のチェンジペダルなんですけど、まあ、慣れてしまえばこう癖があって面白いと言いますかね、はい、楽しめる、ですよ、意外と。トライアルチェンジの方の撮影をしてみました。はい、今度はまた普通に、山道で走るので、カメラの準備をまた元に戻したいと思います。GoPro ビデオストップ。はい、お手軽にいつもの、林道に入ってきてます。林道です。昨日ちょっと夜雨が降ったみたいで、また下が濡れてますね。はい、ゆっくりとこういうところを走るのが楽しいです。はい、今エンジンの音がこうね、シフトダウンとかで変わってると思いますが、これ全部だからレース、今のさっきのシフトペダルでやってます。結構ね、めんどくさそうでしょ。でもこういうめんどくさいことを楽しくないですか。はい、僕はなんか簡単なことよりも難しいことをやってる方が楽しい気がするけどね。上手にできないんだけどさ。はい、こっからオフロードです。仕方ないです。トライアルセクション見っけ。はい、ちょっとここで遊びます。リアが落ちる。意外と崩れるから難しかったな。もう一回やろう。わー下手くそ下手くそ。あれ通った跡が
ど下手くそな通った跡が。もう一回もう一回もう一回。面白いんだけどさ、はい、ちょっと遊びましたけど、下手くそなりに今ね、ハンターカブが通り過ぎて抜けれるんですかねって言って通っていきましたね。抜けれますよ。雪のセブンのとこに出ます。雪じゃねえや、川澄のセブンのとこに出ます。すごくゆっくり走られてましたな。もう遊ぶとこないかな。久しぶりのオフロードですけど楽しんでいます。スーストは楽しいな、このレスポンスが。カブに追いついちゃいました。ゆっくり走ってたんですけど、はい、まだ新しい芝居が慣れっぽいです。止まって先にありがとうございます。はい、という感じでね、はい、今日の TL 散歩、山の中林道オフロードを走っているところで終わりにしましょうか。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ジャリラジャリラ。